はい、じゃあ、裏インターネット4のリベレートミッションやっていきましょう。はいよ。裏になるとなんかすごい面倒くさくなるような気がしたんだよな。長いんだよ多分。あれ、そんなまさか。どうする6番ブルース生きてたんだね。待って、様子がおかしいわ。ブルース、お前らが起きてるの席さっき思ったのか。何言ってやがんだ。おい、ブルース、俺たちが分かるか。俺はリーガル様に命を助けられ、忠誠を誓った。このエリアを守ることが俺の使命だ。これまさか、ロックマンの特捜だ。まさか以前の僕のようにダークロイド改造を施されてしまったんじゃ。そう見るのがたとうとみたいだな。つまり、何度か奥までたどり着いて、ブルースを奪還しなきゃなんねえわけだが、多いんだよな。すげえ、これはまたダークパネルがびっしり敷き詰められてるな。さすがの俺様の借り入れも、これはちょっと骨だな。ここは私の出番みたいね。なんかいい作戦でもあるの？私のツインリベレートなら、ダークパネルの長い列の端と端をリベレートすることで一気に解放できるわ。それでいい。ダークパネルを飛び越えて進める俺と組めば効率よくリベレートできるな。その作戦が必要だな。よし、行くぜ、ブルースネブラの手から取り返すんだ。目標リベレートは10フェーズ以内。うわぁ。これ2人使うのかな？ジャイロマンで、ブー、多分こことかだったらこう行くんだな。縦1列をここと、ここを開けるみたいな感じかな。ね。ちょっとそれで試してやってみるか。トードマンの時はなんか、縦一列に結構伸びるとかだったような気がする。ロールじゃ火力が足りない。トルネードだったら一体倒せるか。ブリザード。あー、どうしようかな。サテライトレイか。で、ここ。だいぶ今。これさ、問題はさ、あの子前出てこないよね。これもさ、巻き込んでくれれば。壊しちゃうかな。あ、壊しちゃうか。よしよし。あいつ厄介だな。ブレーキ性能じゃなきゃダメかな。関係ないね、多分ね。じゃあ、ちょっとやってみるか。メリーさん HP か。多分、こういうことだよね。違うの？挟むんじゃないのこれ。あ、待って待って。じゃあ一旦、待って、意味が、待って待って。で、セーブしよう。くそ、待って待って、ボタンがわかんない。いざセーブしようとするとわかんなくなるな。これ、ツインリベレートしてるときに、ああ、オッケーオッケーオッケー、なってる。じゃあ大丈夫。オッケー。オーダーポイント。で、ジャイロマンもやんなきゃいけないのかな。うーわー、ガーズ。いやー、ミニカプセルってなんだ。3マス前に投げる。ブレーキ性能じゃないと、きついぞ、これ。どうする？こういう時に限ってあれがない。地獄ホッケーがないんだよな。地獄じゃない、ホッケーがねえんだよな。3マス前に投げるじゃん、あんまり意味ないしな。うーわー、無理ゲーじゃないかこれ。ちょっと一旦やりますか。リセットだな。
いや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 、出てくると思わなかった。あんなに歯が立たないとは。普通のダークパネルってあんまり変わんないはずなんだよな。いやー、ちょっと待って、戻ってきやすいように丸ごと保存しとくね。全レベルと、悪化したんですけど、たださっきよりは若干マシね。これってさ、解除されちゃうかな。で、次でなんとか後ろをやりたいよな。あ、お前が来ちゃうのか。オッケー、だいぶ食らったけどな。あー、やっぱりジャイロはもやんなきゃいけないのか。それだったらここでやると挟み撃ちになっちゃうから、ここからやった方がいいってことかな。やっぱりそうだよね。まだマシか。ステマで一体倒したいかな。120か。でもなるべく回したいよな。いや、確実に一体。で、回復をしないといけないか。でも340だったらそこまででもないか。3ターン使おうし、きっかり。でもこれもさ、1ヒットしかしないかな。あ、でも30くらいか。オッケー。で、これで次にレートが。おお、うわぁ、ずるいぞ、それは。で、6万で、ここをやります。ダークメッテを、シェードマンで、まず、ここを、倒しとく。はい、いいかな。よしよしよし。よし。オッケーオッケー。ダークメテオって、もうちょっと降り注ぐかなと思ったけど、そこまででもなかったね。まあ、一発のあれがでかいかな。オッケー。オーダーポイント欲しいな。あ、バグのかけらか。で、ナパームマンで、なんかあんまりここ縦開ける必要ないように思えちゃうけど、開けとくかね。あれがさ、オーダーポイントだって分かってればさ、いけるんだよね。そうすれば回収できるから。でもまあ、いっか。そろそろオーダーポイント来てもいいけど、横のやつかもしんないんだよな。シードマン、そうだ。あー、くそ、タツノオトシゴ、いい感じに持っていければなと思ったけど、あ、そか、そか、ダメじゃないんだもんな。意外とこれきついな。ファームゴム4マス前方に、待って、マップを見るのはどうやって見んだ。マップっていうか、このここを閉じたい。ウィンドウを閉じたい。くそ、
だよね。いや、大丈夫、いける。こう。あ、真ん中！まずいぞ。届くね。ギリギリ。来い。ギリギリ。あの竜の年子強いね。あ、壊した。あれ、なんか、あれ、あれ、ナパンマンこの間大丈夫だったよね。ってことはあれトラップだったっていうことでいいですかね。で、サーチマンって何だったっけ。バニルサーチってもう忘れちゃったよ。とりあえずジャイロで、うわすげえここ行きたいけどないね。ないからナパームマンでこの欲を開けてもらう。ダークメテオはもう関係ないから、まあ、ナパームゴムを、まあ、勝てばいいか。勝てばいいかなんだけど、あっ2ついくんだ。強い、それは強い。2つっていうかいるだけ多分いくんだね。ウッディローズ強いぞ。へえ、1本だけかと思った。それは強い。でサーチマン、どこやっても、はぁ、巻き込まれちゃうから、それだったら、まだ、ダークユニゾン使えるロックマンで行った方が、希望はあるか。あ、後ろがチャンプルーだったら無視していいから、ほい。あ、リカバリーなんて、なんてもの。戦車砲。まずい、戦車砲2つ外した。え、やらかしたんじゃないこれ。戦車砲2つ外したのまずいぞ。やらかした。まあしょうがないね。サテライトレイ、はあ、こうやって一匹ずつやっていけばいいんだよな。で、代わりに、そっち行くんだ。で、動いたところで、待って、危ねえ、危ねえ、危ねえ。あ、よかった、オーダーポイント。
で、どうしますか。邪魔だね君。ここはあれだね、トラップ地帯だね。ちょっとこれはセーブするか。いやー、ここあ、で丸ごと戻るのが早いんだよな。ツインリベルト、まずここを取れるかどうかですね。ジャイロマンの方はまだそこまで気にしなくていいけど、ここの挟み撃ちを、うわー、戦車砲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 、エアシュート、で、あ、待って、間違えた、間違えたよ、逆だったね。今さ、ブリザードマンだったら倒せてたのにさ、これさ、メリーさん倒せなくね。あ、よかった。そうだよね、ここ取られるってことまずないもんね。同じ列にまさか並ぶのかと思ってしまった。え、ツインリベレートになってないんですけど、せっかく勝ったのに、せっかく勝ったのにやり直しなんですけど。あ、同じだ。あれは違うね。挟まれてる時の3マス前が効かないからな。だから即投げる。よいしょ。火力が足りないか。 120BB140120140 120 120。あ、よかった、あ、びっくりした、逆だ。いやー、さっきよりもあれだったね、状況悪くなったけど。HP が足りねえよ。ついにリベルト。いやー、多分大体トラップでしょあれ。シェードマンが遠い。すいません。よし、一体やれた。で、いや、あの後ろの子何？これなんかやったら当たったわ、ラッキー。いや、届かないんだよな。おお、やってみるもんですね。適当に打ってみるもんだわ。お、オーダーポイント、いいね。おー、ゼリー、おー、全然いいとこじゃん。びっくりした、届きそうなやついそうだからな。ダークスラ、うーえ、なんてこった。おるかなる新車、尊い立ち上がり、ダークスラッシュ。いや、うー、なんてところに。ダークスラッシュはまずい、ベイキーにダークスラッシュはつらい。誰か救出しに行かないといけない。正直ジャイロマンここ無視でいいんだよね。ただこいつをワンタンリベレートできれば、ここ一帯がパーって開くんだよな。
や、あんまりワンタンリベレートって考慮しない方がいいんだよな。てか考慮できないからな。ジャイロマン自力で帰ってきました。あ、じゃあジャイロマンここやってもらうか。いや、待って。まだ仕事あるな。だから、ロックマンか。おお、やったぜ。だいぶ過ごしやすくなりましたね。いやー、あー、麻痺はきついんだよな。ワンタンリベレートしたのが完全にアウトだ。で、ここでちょっとワンチャン HP 回復出ないか。バトルチップゲット。うん、エレメントリーチ。いやー、どうするこれ。HP がないんだよな。みんな HP がいない、足りないんだよ。サーチマンの姉のサーチってただ1マスだっけ。あー、た、これでさ、すごいいける。で、あんまり意味ないか。ここ、多分、ここの、あるところだけリベレートできるとか、そういうあれだったよね、多分ね。そっか。いや、でも、オーダーポイント余ってるからやっちゃうか。すげえあいつ厄介だよね。あ、サテライトレイが強いんじゃない。で、奥の、え、あ、びっくりした、インビジブルだった。ここ、よし。で、ワイと、よし。あまり見のないワンタリブレード。バトルチップ発見。スペースユーラー2。バトルチップ発見。飛来人か。ザラポ各自会場。はい。しました。このボーナスパネルちょっと見に行きたいんだよな。一応、セーブ一旦に一回だから、丸ごと保存も一旦に一回にしてますから、今のところ。ワンチャンを狙うぞ。なくなったワンチャン。これ縦に来たらまずくね。ですよね。いや、こっち行くの怖いなって思ったんだよね。行くよこっち。HP50 で突っ込むの怖くね。鍵ないんだよね今ね。だからやっぱりサーチマンでここ、まあこれっぽい気はすごいするんだけど、挟まれてんでしょ、挟まれてんでしょ。
ズが強いからな。おお、ナッパーマンさすがですね。ゲーッ、あー麻痺が2体。状態異常回復とかないですかね。バトルチップばっかりだ。エレメント練習しかも。いやーきついなー。ステルスマインかな。そうか。あ？突然のことに驚きを隠せない。どういう状況なの。あれどういうことなの。何が起きたの。あれ浮いたんだけど。いやーどれだと思います。これか。あーいやこれっぽいな。